さあやってまいりました、究極のキャラデッキ選手。お互いにかっこいいモンスターを出しまくって、お互いに究極のキャラデッキ盤面を作ろうというのが本企画でございます。普段のデュエルでは絶対に見ることのできない究極の盤面をお見せできるかと思います。盤面作りのために攻撃しなかったり早送りやカットも挟みますが、ご了承ください。それでは参りましょう。さあ本日は城之内克也選手 vs 孔雀舞選手の、対決をね、究極のキャラデッキ対決を見ていきたいと思います。さあスワローズレストの効果、なるほど。さあハーピーダンサー降りるし、さあ来た、ハーピーレディ来た、ハーピーレディ1来た、かわいい。このカードでさらに勝負、あった、地獄のハーレムを体感させてあげる、ハーピーレディ3姉妹。さあハーピーレディ3姉妹をデッキから特殊召喚していく、いいねこの盤面、マイっぽい。さあ城之内はちょっと遅そうですね。さあ5秒の仮面、とりあえずコンボパーツが揃うまで少し待ちましょうか。さあそろそろ動いてくれ城之内、ギアフリードを墓地に送ったのはいいが、その後何も動きがないぞ。さあレッドアイズインサイト、やっと来た。さあレッドアイズインサイト、まあこのカードね強すぎて城之内使ってないんだけども、原作では。さあレッドアイズブラックトラフも墓地に送って、さあ何をサーチしてくるんだ城之内。城之内そのカードも使ってないな、そのカードも使ってない、スーパーパワーカード、まあしょうがないだろうな。さあレッドアイズフュージョンの効果を発動していく。さあレッドアイズフュージョンの効果によって、デッキからレッドアイズブラックドラゴン、いや違う、レッドアイズモンスターを融合サイズする融合モンスター一体をエクストラデッキから融合召喚できる。さあモンスターを融合召喚していくのはこちらも原作全然関係ない、レッドアイズスラッシュドラゴンとかいう超絶パワーカードを融合召喚していく。いいのかそんなことで、城之内今のところロマン盤面では負けているぞ。さあどうする孔雀舞選手。さあ来た、さあハーピーレディ2来た、ワンツー揃った、ワンツースリー、ワンツースリー。さあ城之内舞は結構盤面固めてくれてるぞ、お前のキャラデッキ力はどこに行った、今のところ全然関係ないカードしか使ってないからな、お前こっから盛り返さないと負けるぞ。ドロー。さあ舞選手いい盤面になっておりますが、城之内が全然動きません、これは厳しいか。これがハーピーレディ最強のしもべ、ハーピーズペットドラゴン、やばいの来た、ハーピーズペットドラゴンをアドバンス召喚。ドラップカードヒステリックパーティー、ヒステリックパーティー出た、手札はじゃあ墓地に送って、墓地のハーピーレディを特殊召喚できるカード、かっこいい常備魔法サイバーパーティーかっこいい、かっこいいよ、かわいいっていうのかな、ちょっとわからないけど表現の仕方が素晴らしい。これはマイさんの最強究極キャラデッキだ、ハーピーズペットドラゴン草。さあ城之内、城之内舞はめちゃくちゃ動いてくれてるぞ、お前そろそろ動かないと男失格だぞお前本当に。速攻魔法発動。さあハーフシャットの効果、おっとハーフシャットをレッドアイズスラッシュドラゴンに、対して打っていく、このターンそのモンスターは戦闘でも破壊されない、なるほど、つまり装備したいんだな墓地からモンスターを、モンスターで、なるほど、この究極のキャラデッキ選手権発動、基本的に相手モンスターを破壊したりしてはいけないというルールをね、課しておりますんで、さあギアフリードを装備していく、まだまだターンエンド行くわ。さあギアフリード装備できた、一体何を企んでいるんだ城之内。さあ舞さんの盤面は相変わらずロマン、トライアングルエクスタシースパーク、ハーピーレディ3姉妹の力をターンエンドよ、出てた、使いたかっただけカード、使いたかっただけカード来た、トライアングルエクスタシースパーク、リバースカード、トラップ発動。さあやっと降臨させてくれるようだな城之内、お前のエヒスモンスター、レッドアイズブラックドラゴン、激レアモンスターだぜ。
激レアモンスターだぜ。やっと出してくれた城之内くん、自分のカード。さあ城之内くん、一体どうするんですかその後は。リバースカード、さらにさらにレッドアイズスピリッツを発動していく。ブラックドラゴン、激レアモンスターだぜうるさいな、さっき聞いたわ。さあレッドアイズが2体来るというわ。どうするんだ、さあどうするんだ城之内。レッドアイズ2体並べてどうするんだ、何がしたい城之内。手札から魔法発動、さらにレッドアイズインサイトを墓地に送って、ああ間違えた、レッドアイズを墓地に送ってレッドアイズインサイトの方向に行って、レッドアイズ魔法トラップカードをお手札に加えることができる。さあレッドアイズスピリッツをお手札に加えた、残りデッキは4枚。さあなかなか掘れてきたぞ。さあ前が待ってる城之内。さあ手札よりマジックカード、普通の融合を発動していく。さあ普通の融合のここによってモンスターを融合召喚、出たレッドアイスのデーモンの召喚だ。現れろブラックデーモンズドラゴン。これは城之内と遊戯の絆の結晶のカード。このカードに秘められた無限の可能性、頼む力を貸してくれヘルモスの爪よ。さあここでヘルモスの爪の効果を発動し、レッドアイズブラックドラゴンソード来たー、ブラックドラゴンソード、モンスター効果発動、ターンエンド。さあブラックドラゴンソードをブラックデーモンズドラゴンに装備し、ブラックデーモンズドラゴンの攻撃力が7200にアップしていく。さあこの伏せカードは何なんだ城之内。よしリバースカードオープン。さあレッドアイズスピリッツ発動。まあ、このカードも城之内使ってないけどな。レッドアイズブラックドラゴン、激レアモンスターだぜ。さあなかなかかっこいい盤面だぜ。でもこれで終わりじゃないんだろう城之内。全力で戦うぜ、俺のターンドロー、俺のターンドロー。さあ前の盤面は整ってるぞ城之内。魔法発動、来たレッドアイズフュージョンを発動していく。さあレッドアイズフュージョンの効果によってモンスターを融合召喚、レッドアイズのメテオドラゴンを墓地に送っていく。現れろメテオブラックドラゴン、来たー、ターンエンド、レッドアイズ融合モンスター三種の神器完成。こういうことだったのか城之内、めちゃくちゃかっこいいぜ城之内この盤面。まあ、アイさんもめちゃくちゃ熱い盤面だぜ。3体のモンスターを生贄にラーの抑止流を召喚するわ、いでよラーの抑止流。なにラーの抑止流だと、バカロン、ラーの抑止流でもお前はモンスター効果発動、バカロン、お前はヒエラティックテキスト読めずラーの抑止流の効果は発動できないはず。マイ、いつの間にヘラティックテキスト読めるようになったんだマイ。お前成長しているな、ヘラティックテキスト勉強したのか、バカな。原作では効果を発動することはできなかったはず。さあハーフシャットの効果、さらにレッドアイズスラッシュドラゴンを対象に取り、このモンスターは戦闘では破壊されなくなった。モンスターで攻撃、さあモンスターで攻撃していく。さあレッドアイズスラッシュドラゴンの効果によってアックスレイダーを装備だ。まだだ、きたー、これが究極の城之内盤面、レッドアイズスラッシュドラゴン、メテオブラック、ブラックデーモン、さらにブラックドラゴンソード、アックスレイダー、ギアグレードを装備している状態。これが究極の城之内レッドアイズ究極盤面、かっこいいぜ城之内、素晴らしいぜ城之内、あまりにもかっこいいぜ城之内。あとはヤツを倒すだけだ、いけ、決まる、ブラックデーモンズドラゴン粉砕しろ、メテオフレア、うわー、城之内負けたけどあんたとのデュエル楽しかったよ。おっしゃー、これが男城之内の実力だぜちゃんと会話になってるのめちゃくちゃ熱いぜ。マイ、お前いつからヒーラテックテキスト読めるようになったんだ。